ブルイビート。こんにちは。ビターユ。こんにちは。今回から本格的にウクライナ語文法の解説に入っていくのぜ。本格的といっても最初は簡単な自己紹介を解説するのぜ。会話で使えるようなより実践的な解説になりそうね。動画、パート1でも少し触れたが、自己紹介の仕方を覚えよう。誰々の名前は何ですかと言いたいときは、ヤーク、プラス、体格、認証代名詞、プラス、ズバーチ。誰々の名前は、何々です。と答えたいときは、体格、認証代名詞、プラス、ズバーチ、プラス、名前。となるのぜ。認証代名詞について簡単に解説しておこう。認証代名詞の資格、つまり、いや、私は、で、君は、ウィン、彼は、それは、ウォナ、彼女は、それは、ウォノ、それは、ム、私たちは、ウェ、あなたは、あなたたちは、君たちは、ウォネ、彼らは、彼女らは、それらは、に対し、認証代名詞の対角、直接目的語は、まね、私を、てべ、君を、よほ、彼を、それを、いい、彼女を、それを、よほ、それを、なす、私たちを、わす、あなたを、あなたたちを、君たちを、いい、彼らを、彼女らを、それらを、となるのぜ。やくわずわて、あなたの名前は何ですか？マネズワテ・アンドリー。私の名前はアンドリーです。ヤクテベズワテ。君の名前は何だい？マネズワテ・オクサーナ。私の名前はオクサーナです。ヤクヨホズワテ。彼の名前は何ですか？ヨホズワテ・ナザール。彼の名前はナザールです。ヤクイイズワテ。彼女の名前は何ですか？イエズワテオレーナ。彼女の名前はオレーナです。ヤクイフズワテ。彼らの名前は何ですか？イフズワテナタリアイオレクシー。彼らの名前はナタリアとオレクシーです。自己紹介のフレーズ。ドゥジェプリエムノ。はじめまして。メニテジ。こちらこそ、はじめまして。ボディモ。乾杯。やかわしゃプロフェッシア。あなたの職業は何ですか？やインジニア。私はエンジニアです。あぶい。で、あなたの職業は何ですか？やアクトリーサ。私は女優です。職業は基本、男性か女性かで形が変わるのね。ジュルナリスト、ジュルナリストか。ジャーナリスト。オフィシアント、オフィシアントか。ウェイター、ウェイトレス。ストゥデント、ストゥデントか。学生。リカール、リカールか。医師。ペンシオネール、ペンシオネールか。年金受給者。ウチーテリ、ウチーテリか。先生。スピバック、スピワチカ。歌手。アクトール、アクトレーサ、アクトールか。俳優、女優。フドジニク、フドジニチャ。画家。ペスメンニク、ペスメンニチャ。作家。しかし、以下の職業のように形が変わらない単語もあるのぜ。インジニア。エンジニア。ポリティック。政治家。イストーリック歴史家コレーハ友人リストノーシャ郵便配達員視聴者の皆さんの職業は何ですか？ウクライナ人にあったら簡単な自己紹介ができるわね。では、次回は数詞について解説するのぜ。それでは、皆様ドボバーチェンニャ、さようなら。Часов приносит мир.